私早速2曲目からちょっとうるっときてしまいましたが、はい、私は小さい頃から大変泣き虫な子供でした。というわけで私が小さい頃に歌っていた曲を次はお送りしたいと思います。私がなんと小学生の時に NHK 全国合唱音楽コンクール、学校音楽コンクールですね、というコンクールに出場したんですけれども、その時に小学生の部の課題曲だった曲を歌いたいと思います。なんと5年生の時です。過去と未来に挟まれて今ここに自分がいるということの喜びを歌った曲です。ぜひお聴きください。ほほう。Thank you.
しました、では次の曲は、季節柄、卒業ソングをお送りしたいと思います。なんと AKB48 が、発表した曲なんですけれども、とっても卒業ソングがたくさん、まあ、世の中にはあるんですけれども、その中でも前を向いて、強く生きようよっていうふうにとてもポジティブな気持ちで書かれている曲で、私のお気に入りの1曲です。ぜひお聴きください。So long。Goodbye.